皆さんこんにちは。第17回五十嵐くん TV 始まります。頑張ってまいります。はい、エリーゼのためにのね、ベートーベンの曲ですね。エリーゼのため、はい。先週もですね、アクシーズファムノスタルジーの発売、こういうね、こういう非常にお客さんに好評で人気出ておりますんで、よろしくお願いします。あとはですね、先週末にこのラボでですね、ヨガを、アクシーズファムのヨガを今後発売する予定で、ヨガのイベントをやりました。クラシック音楽をかけながら、こうね、こうでしたっけ、こうね、やりました。いろいろお客様も初めて、やられる方も多く、今から始める方に最適ですんで、お願いします。商品もちらっとお見せしますと、こういうアクシーズファムらしいヨガウェア、発売される予定なので、あと1ヶ月ぐらいかかりますけれども、またよろしくお願いします。はい、今日のゲストをお呼びしたいと思います。第3回目になります、牧穂奈美さんです。ようこそ。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お願いします。もういろんなところでね、牧さん、はい、今いろいろ活躍されて、全国行かれたり。そうですね、いろんなところ行かせていただきました。もうそうですね、はい、ウェブも、ウェブから見てるといつもね、いつもおられるような感じですけど。そうですね、オンラインショップにも。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、そんな牧さんにははい、今日は、はい、おすすめのアイテムの、あ、はい、そうですね、秋本格的になってきましたから、ね、はい、ぜひ。可愛いアイテムたくさん増えてきましたよね。はい、はい、皆さん、秋の装いはいろいろゲットされましたか。近日発売予定のですね、可愛らしいスカートをご紹介させていただきたいと思います。はい、ですね、近日発売予定のこちらが、ジャガード生地のスカートとなっております。可愛らしい花柄がですね、すごく特徴的で、それぞれ花柄の上からこう羽がキラキラしたようなデザインです。映ってますかね、大丈夫ですかね。こちらデザイナーのこだわりポイントが濃い地色なんですけれども、そこに淡いお花柄を、はい、重ねているんですよ。で、淡いお花柄の配色をですね、絶妙に変えていて、それぞれ違うんですけど、この絶妙さで今年らしいトレンドっぽい色も、アクシーズファムらしいけど、でもトレンドもやっぱり追いたいなっていう方におすすめできるようなアイテムとなっております。でですね、ちょっと細かいんですけど、裾部分にですね、こういった形でリボンがついてるんですけど、ここの重みでですね、全体的にこうストンと落ちるシルエットとなっておりまして、こちら着ていただいてもラインが綺麗になるように工夫されているアイテムですね。やっぱり五十嵐くん TV でもよく店長たちいらっしゃるときに、着心地だったり、着痩せだったり、やっぱり可愛いだけのアイテムってどうしてもね、やっぱりシルエットも綺麗に着たいし、素敵な形で着たいと思うので、そういったことにもデザイナーのこだわりがたくさん込められているアイテムとなっております。こちら3色展開ですね。さっきご紹介した黒とこちらの3色展開、私のおすすめ近日発売予定のスカートでした。はい、ありがとうございます。はい、どう合わせていくかですね、いろいろ ね、 そうですね、はい、はい、そうそう、はい、レニブラウス合わせていただいても、はい、カッター合わせていただいても素敵かと思います。はい、ヨガどうでした、ヨガは。あ、ヨガ楽しかったです、はい、とっても、はい、はい、落ち着く感じ で、はい、感じでクラシックな音楽を聴きながら、はい、あまり運動すごく得意ではないんですけど、はい、しっかりストレッチするような感じの、はい、もう椅子に座ってで、ゆったりした気持ちで、はい、流れる音楽に身を任せながらというか、はい、こういう格好してました。こういう格好してました。ということです。はい、あれですね、トピックとしてはですね、うん、いよいよ今週、そうですね、大きな、はい、ずっと毎年やってきたファミリーセール、これ福井で、
創業の地福井でやってきたファミリーセールが今週あります。まあ、マキさんも、はい、私も土曜日も日曜日も両日とも、はい、会場に行きます。ちょっと目玉イベントですか、はいはい、教えてください。そうですね、はい、東京でも大好評だったキッズのファッションショーを土曜日に行わせていただきます。もう皆さん等身大のファッションショーという形で、うん、皆さんと一緒にこうウォーキングレッスンをして、その後あの可愛いキッズちゃんたちに歩いていただけたらと、はい、思っております。他はですか、はい、他は、ですね、大好評ファムアグのワークショップ、うん、今回も、福井のファミリーセールでも行わせていただきます。今回大好評の卵のレジンのバッグチャーム作りに加えて、福井ということで福井の伝統工芸機さんを、はい、お呼びして、はい、福井にちなんだワークショップも行う予定となっておりますので、バージョンアップして、いろんな種類があるので、はい、またたくさん大人も、はい、キッズもお楽しみいただけるかと思います。はい、いろいろですね、その他にもいろんなイベントを、うん、商品だけではなくていろんなことイベントを予定していますので、ぜひ皆さんお越しください。ね、少し遠いんですけど、はい、お楽しみぜひ来ていただけると、はい、助かります。助かりますというか楽しんでください。はい、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは終わりたいと思います。第17回五十嵐くん TV 終わります。それでは皆さんバイバイ。